はい、こんにちは、みとこです。今回はですね、今日ね、危ない、ずっとレジンやってたんです。なので、今日作ったものをちょっと紹介していこうかなと思います。ついさっきインスタグラムにもちょっとね、あげたんですけど、私いつもね、レジン液を無駄にしてしまうタイプなんです。それで今日の目標はレジン液を無駄にしないっていう自分の中で目標を立てて、ちょっと作ってみたので、中にはへんてこなものもあると思うんですけど、一つずつ紹介していきたいと思います。まずはこちら、ブラックオパール風のダボピンっていうんですかね、これダイソーさんで売ってるのあったかな、ダイソーさんで売ってる猫ちゃんのピンをちょっとこんな感じにしました。ちょっと裏地がね、色がちょっと薄かったので、なんか後ろ透けちゃってますけど、きっとでも頭につけたらこんな感じになるのかなと、結果的にいいのかなと思いました。なんかちょっとカメラが似合わないな、ちょっと待って、はい、すいません。そして次に、いや、どういう風にいけばいいかな。で、これも同じ、ダイソー、ん?ダイソー?キャンドル?ダイソーだね。ダイソーに売ってる、あ、気泡入っちゃってんな。ダボピンで、べっ甲風のものを作りました。ちょっと、ここの、リボンも曲がってるし。一応ね、ここね、スワロフスキーをつけてキラキラさせてみました。エア入ってんの?エア?あ、空気。気泡入ってんな。一応ね、エンボスヒーター使って塗ったんですけど、これね、結構ね、難しいんですよ。一つずつ割とやっていかなきゃ、ちょっと丁寧に、ちょっと結構ね、手間がかかる。ペット1枚でこうマスキングテープが進めばいいんですけど、割と段差があるので、ちょっとめんどくさい、作るとき。はい、次にこちら、ちょっと可愛い風で作ってみました。こちらもダイソーさんで売ってるダボピンですね。ピンクのオパール風っていうか、うん、オパールにピンクがあるかどうかわかんないけど、まあ、こんな感じ、可愛い風で作ってみました。普段にも使えるんじゃないかなって思うんだけど、人に言わせればね、なんか普段使いしにくいとか言われるんですよね、私作るのはね。そしてこれがちょっとね、なんつうの、有名っぽくっていうか、マーブル風に作ってました。ピンクと。あ、ね、作るときに、よいしょ、こっち向きでやらないと、あれなので、裏面をね、表にするイメージで、ちょっと心がけて作るんですけど、やっぱね、なんとなく表と裏じゃ違ってくるんですよね。はい。ちょっとこれはお子さんっていうかね、ちっちゃな子とかにも、まあ、このピン自体がちっちゃい子に使えるかどうかなんですけど、まあ、大人が使っても全然おかしくないと思うんですけどね。まあ、アクセントになるかなと。そして、これもいいですね。これはキャンドゥさんに売ってるやつかな。裏こんなキラキラにしてみました。あ、爪が汚いな。あ、これ取ってるし。ごめんなさい、独り言が多い。裏はね、キラキラにしてみて。表はね、なんか、シートでも入れようかなと思ったんですけど、これね、ダストパウダーを入れてる。キャンドゥのダストパウダーを入れてるので結構キラキラしてます。で、リボンのパールのリボンをつけてみました。はい。そして次にこれはループ型のピンですね。これもあんまりよく見えないかな。ブラックオパール風にしてちょっとつけてみます。なんかちょっとムーンストーンっぽい感じに見えるかなと思ったんだけど。これは
ブンストンではありません。はい。なんか配置がね、もうセンスがないのが丸見え。そして、これはね、キャンドゥさんに売っている、もともとはね、こういうやつね、この色のついてない、このパールとか、この辺はついてるんですけど、ゴールドのライザーみたいな感じにして作ります。これは月光風で色をつけてみました。ヘアゴムです。それでもうね、これはもう苦しい感じ。 これで余った色をちょっとホワイトを入れないで作ったら、ちょっと自分ではなんか夢っぽくなるかなと思って作ったんですけど、なんかちょっとヤンキーっぽくなりましたね。ダストパウダーも入れてるので、昔ね、こんな塗装のカラーリングの車とかカスタムカーとか見てたらありましたよね。わかる人にはわかるけど、わかんない人にはわかんないかな。こんな紫の車とかありましたよね、昔ね。ちょっとヤンキーっぽくなっちゃった。はい。それで、なんかなってんな。一個ずついっか。これちょっとね、欲張ったもんだから、この辺ちょっとはみ出ちゃったんですけど、もうパッと見あんまりよくわかんないかな、みたいな。パール風で作ってみました。なんか、あんまり、あれだね、素敵じゃないね。作った自分で言ってども。はい。で、これがブラックですね。まあ、ファイル、ちょっとエレガント風のファイルの時にちょっと使おうかなと思ってます。これもブラックオパール風ですね。こんな感じで、今日一日で、一日っていうかね、午後からですね、午前中はちょっと家の中のことをしていたので、午後からね、ちょっとガーッと作りました。ガーッと作ったらね、疲れるんですよね。レジンやってる方わかると思うんですけど。疲れませんか？ 私だけかな、疲れる。すごい集中するからね、多分疲れるんだと思う。はい。じゃあ今日一日作ったものの紹介でした。何のつまらない動画ですが。はい。ちょっとレジンもやってますよということで。しばらくね、レジン動画やってないけど。また何か、レジン動画やろうかなと思ってます。まあ私のできる範囲なんですけど、こんなの作ってほしいとかあったら、まあできるもの限られてるんですけど、そんなに技術がないので、まあもし何かあったら言っていただければなと、コメントの方に。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。サクッと終わりよ、サクッと。はい、みたこでした。バイバーイ。